あ、こんばんは。今日は、アルファードの方をですね、借りて、アルファードのディスプレイオーディオを使って、AI ボックスの方の紹介をしたいと思います。で、今日は今、後ろ、こんな感じです。夜のアルファードののが僕も初めてなんですけども、非常に照明が明るくて、また夜乗ると全く違う雰囲気の車になっているのがお分かりいただけるかと思います。で、今回こちらのアルファードのディスプレイオーディオなんですけれども、ちょっとインチのサイズ忘れちゃったんですけど、確か 12.3 とかだったと思うんですけれども、ノアボクシーに比べますとかなりこう横幅が広くなっていると。で、ここまでスクリーンになってるんですけど、実際に AI ボックスが打ち出せるのはここのところになっています。で、今カープレイを使っているといった状況になっていて、で、ちなみに今回使っている AI ボックスなんですけれども、こちらのレッドマップルという AI ボックス、私の YouTube チャンネルでも紹介しているものなんですけれども、こちらを使っております。で、こちらの方はまた詳細、販売開始になりましたらご紹介させていただきたいなと思っております。で、こちらの方も、もう普通にカープレイ。まあ、これはもうご覧の通りで、いつも皆さんが使っているものなんですけれども、まあ、このような形で、つながって使えることができます。で、例えばここを押していただきますと、このように Android の画面が表示されるようになります。で、今こちらはインターネットにつなげてないんですけれども、で、これカーマルチメディアっていう Wi-Fi がありますんで、そこを押していただく。もしくは、このセッティング画面を開いていただきますと、このように、まあ、Wi-Fi スポットがたくさんあります。はい。今、Wi-Fi がこの車今つながってないので、僕のボクシーの Wi-Fi つなげたんですけれども、まあ、このようにつなげます。で、そうしますと、ここ、マップが今あって、例えばここでマップを使ったりするということも、できるようになっております。で、あとは、ここを押していただきますと、このようにアプリがたくさん出てきます。もうこの辺は、ノアボクシーでもご紹介してるんですけど、基本的にこのアルファードに関しては横長になってますので、まあその分長くなっているというだけになっております。アルファードの場合でしたら、車内 Wi-Fi が使えると思いますので、車内 Wi-Fi に接続してもらえれば、インターネットできるようになります。例えば Chrome で、調べ事をしたいといった場合なんかでも使うことも可能です。例えば、まあ、最近ですとテキストファイルを見たりすることも多いと思います。で、これ今運転席だけなんですけれども、まあ、このアルファードは後席モニターついてないので後席では今紹介できないんですけれど、まあ、後席と運転席と、まあ、個別再生をすることももちろん可能になりますので、そういった時に、まあ、後席の方はこういったインターネットを閲覧するということで、こういったブログを見たりとか、まあもちろん動画を見たりとかももちろんできますし、音楽を楽しんだりということもできるわけなんですけれども、このようにネットが楽しめるということになります。で、このフローティングボタンがすごく使いやすいということもありますんで、戻ったりするときも特に、もたもたすることもないですし、しっかりと使える。で、あとこちらが、今私もよく使ってるんですけれども、YouTube Music ですね。で、YouTube Music もこうやって好きな曲が、今まで私がこれ、集めてきたやつなんですけれども、まあ、こういった形で自分の好きな曲っていうのを、この車にパッとインストールした時に、流すことが、曲を流すことっていうのが、まあできると、まあいうことになります。まあ例えばですね、試しに、これは音楽なんで、私の YouTube のチャンネルで恐縮なんですけれども、こちらを見ていただくと、今これ隣の車から Wi-Fi 取って受信してるので、少し受信感度が悪い状況ではあるんですけど、実際はもうちょっと早く映すことはできるはずです。はい。こんな形で少し時間かかっちゃったんですけれども、YouTube 映し出すということも可能です。で、ここを押していただくと自分のチャンネルに映すことが可能です。で、この間紹介したのがちょっと冷蔵庫ですね。車載冷凍保温冷凍冷蔵庫と。まあ、こちらの方はマックスインさんの商品となっておりますので、ぜひ今夏場非常に暑い時期ですので、で、これ自体バッテリーなんですけれども、
1個のバッテリーで24時間以上、16時間かな、持ちましたんで、2個ですと32時間、普通のこの、オプションのバッテリーで持ちますので、ぜひ見てみてください。まあ、こういった形で YouTube の閲覧をするということももちろん可能ということになりますので、非常に便利なガジェットとなっております。はい。まあ、その他、今この車ではできないんですけれども、まあ、ドライブレコーダーのこういうドライブレコーダーのこういったアプリとかも使って、今ドラレコの、操作というのは携帯で出るようなできるようになっているんですけれども、こういった AI ボックス等でも操作することというのが可能ですので、ノアボクシーの私の AI ボックスのレビューでもやっておりますので、まあ、ぜひ見ていただければと思います。はい。まあ、ということで、まあ、こちら今回ですね、アルファードのディスプレイオーディオにつなげてみたんですけれども、まあ、最終的にはですね、このような形でつなげております。で、最初つなげるときなんですけど、この AI ボックスとで、ここにですね給電ポートがあります。で、こちらが右側がディスプレイオーディオの Type-C の USB で、左側が給電ポートの Type-C なんですけれども、これ両方使わないとやはりこの AI ボックスっていうのが作動してくれませんので、給電しながら、給電して AI ボックスを使わないとここに映し出すことっていうのが、まあ、できないということになりますので、まあ、そこを使うときは注意していただく必要というのがあるかなと思います。はい。ってことで今日はですね、もう今8時過ぎちゃってるので、ちょっと時間もしてるということであまり時間がないんですけれども、まあ、今回はこのアルファードでこの AI ボックスのご紹介ということでさせていただきました。また、8月中ちょっとできればなと思うんですけれども、 AI ボックスの紹介と、具体的にしていきたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録していただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。